第2ラウンドが始まりました。ここからブアカーを送るか。まだ第1ラウンド、おー、このテッパー、こういうのが効くと思いますね。今効いたと思いますよ。これは変則的、セオリーはありません。このナラントン・ガラグ、距離を詰めてじわじわ寄っていくのが王者のブアカーを。キックを出してきた7種類の変幻自在のキック、リズムを出回していく。小笠原さん、はい、やはりチャンピオンサイドですが全く疲れていませんね。そしてセコンドからは2つだけです。ガードを落とすな、そして距離をうまく保っていく、この2つだけです。ブアカーオサイドは熊田健吾アナウンサーです。小笠原さん、はい、ナラントンガラグサイドですが、小さな声でいつも通りやれ、どうしたという言葉を小さな声で言い聞かせていました。そうです、これです。回転蹴りが来ました。これです、これです。こういう風には僕有効だと思いますね。おそらくブアカーもムエタイをやってきて、大変相手に見たことないでしょうかね。もっと拡大した方がいいですね、ナラントンガラグとしては。なるほど。逆にブアカーをまだ様子を見て、ミドルキック、ミドルキック、腹に打ち込んでいきました。このミドル、高速ミドルです。あー、右、右のショートアッパー入った。待ってください、ブアカーも硬いんですか。硬いというか、自分がやってるムエタイのようなパンチだとかキックとかじゃないんで、ちょっと避けきれない部分が、今のアッパーの仕方がね、ちょっと変則的な仕方だったんで、膝、噛み合う相手じゃないんですよね、ブアカーにとっては。誰とやっても噛み合わないですから、ナラントン・ガラグ選手は、やりづらいですね。やりづらいでしょ。王者クラウス、そしてマサトとも戦ってきました。そして今日は3人目の王者のブアカーを。みんな苦戦してますからね。そうですね。ナラントン・ガラグも本当にね、バントもいい、これミヤパいいようなパンチを蹴りを受けてます。小さなパンチですがコツコツ当ててきます。ブアカオの華麗な仕業の数々はまだ披露されていません。体が頑丈なんで、はい、ちょっと痛さが高いですよね。前蹴りから膝を見せました。第2ラウンド残り1分を切りました。連覇を狙うブアカオ、1人ナントンガラグの左です。ブアカオ何かやりにくそうです。トリサーそしてショートアッパーを出していく、ナラントン・ガラグ、どうもやりづらそうだといったブアカーを。あ、いい膝、いい膝ありましたね。ボディ来ました、ボディ効いた、左ボディ、膝、膝2発3発、膝が来た、膝が来た、この辺レイク、効いたかな、ボディが効いてますね。効いてますか、ボディが効きました。左の膝の連打です。そしてミドルキック、見逃しませんよね。膝、隙があれば膝を打ち込んでいく水押し渡り。第2ラウンドも30秒を切りました。いよいよエンジンがかかったか。連覇を狙うブアカーを、そして腹にミドル、ちょっと失速しましたね。左アッパーボディ、そして膝を返す。これは完全に弱点を見つけたというようなブアカーを効いたですね。はい、ミドルキック強烈、追っていく膝、最後の膝。そして家族のために、今日はモンゴルの最強選手ナラントン・ガラグ、ファイナルラウンドです。距離を詰める、ミヤパー、ショートアッパー、膝、アンデフミー、ショートフック、強烈な右がありましたが打たれ強いナラントン・ガラグ、そう簡単には倒れません。右膝を返していきました。天候です。飛び込んでいけるか、距離を取るかブアカーを。何かやりづらそうな現王者ブアカーを、準々決勝です。ただやっぱさすがですね、はい、ちゃんと聞いてきてたところ、着実に攻めてますよね。そうですね、小笠原さん、今回のチャンピオンサイドですがほとんど顔色は変えていませんでした。でセコンドからは先に足技を連続して出していく、はっきりとしたポイントを取れ、そしてローキングをどんどん使っていけというふうな話が出ていました。ブアカーは駒田健吾アナウンサーです。小笠原さん、はい、ナラントンガラグサイドですが4つ指示が出ています。距離を取るな、近づけ、中に入れ、そして手を出すんだという4つの指示が飛んでいます。このコーナーナラントンガラグは蓮見アナウンサーです。とにかく前に飛び込んでいく、このナラントンガラグ回転、同時同時回転、一瞬の隙を放って、ついて放ってきます。しかし現王者には効かない。チャンピオン膝、アリザ、このショートアッパーを突き上げます。モンゴル天に突き上げるようなそんなアッパー、左右に使って膝、この膝がなかなか効果的です。しかし接近戦ならこのショートアッパーを持っているナラントン・ガラグ、接近戦だと畠山さん、アッパーか膝かですね。ナラントン・ガラグの方がやっぱ結構怖いんですよ、はい、そうですね、ナラントン・ガラグちょっと疲れが見えてきたか。腹結構効いてますよ、腹が効いてるんですね。追い詰めていくミドルヒック、そして右のミドル強烈です。右フック、膝を出す、膝ハイキック、膝
膝を出していきます。コツコツ膝を出していく。これが王者のトレ。右ストレート。一瞬ぐらついた。一瞬ぐらついた。打たれ強いですね。ガラゴガラゴ。残りファイナルラウンドも1分を切りました。なかなか倒れませんもの。今クラウンするしかないですね。ったこの体力、これが自分の武器だとナラントンガラゴ。ショートフック。あのショートフック、パッカー上手くなりましたね。上手くなりましたね。パンチングリズム上がってますかね。この2ヶ月間、5時半に起きて12キロのロードワーク、さらにはミット打ちを3分9ラウンド、あるいは川を泳いで、それを午前午後、前蹴りが顎を捉えました。ムロキック、ナラントンガラゴ、膝これはガードしていました、膝の連打。この膝の連打、完全に相手のスタミナを奪いました。生きがいい、左強烈、パンチが上がりましたね。畠山さん、このパンツ技術ですね。そうですね、でいや格段に進歩したと思います。ほとんど前までつかなかったです、つかなかったですね。そうですね、残り10秒になりました。一発を使ったですね。この試合の勝者は初代王座クラスと準決勝で拳を交えます。現王者ブアカーオカ、モンゴルのナラントンガラゴ、最後のファイナルラウンド、ブアカーオ判定決着になりました。ファイナルラウンドの王者ブアカオ、まずは胴回し回転蹴り、惜しかったですね。もうちょっと手前だったらね、そしてこの左のショートからのフック、右のフックもありました。畠山さん、ブアカオパンチ磨いてきましたか。そうですね、やっぱり練習の後があの伺いますよ。この至近距離から体重は軽いんですが的確に顎を捉えました。連覇へ向けてのブアカオ、そして今日はプミポン国王の写真を持ってタイのために連覇をする、そう誓ってリングに上がりました。まだまだ息は乱れていません、現王者ブアカオ、底知れぬスタミナ、国王の前でまずは準々決勝突破なるか。さあ判定になります。連覇へ向けてのタイのブアカオ、あるいはモンゴルのナラントンガラクか。ジャッジ佐岡30対28、赤ブアカオ、まずは王者ブアカオ30対30、ドロー、ドローです。ジャ